何番トライの大魔術団はこちらよ。後世までの語り草、二度と生きているうちに見られない大魔術団の始まりよ。大人1万円、子供は5000円。大人1万円と子供5000円だって高すぎるわ。ドロンボ一味め、インチキ魔術で金儲けしてまた何か悪いことを企んでるに違いないんだ。でも面白そうだコロンよ。入ってみたいでコロン。何番か5000円もおこすかなんてあるもんかよ。おい、裏山ってどうする気だ。任せてくれん。あ、抜け穴か。これなるボヤッキーが大砲に入りズドーンと一発成果しかうまく生き延びましたらご喝采。ここから抜け出すつもりだころな。よし、決めてる。あら、だま打ちます。トンジラ、あのね、抜け穴の蓋が閉まってるよ。ちょっと待ってよ。遅いわ、もう火つけた。火ー、あらー、ね、こんな生活もいいよ。続いてお送りする大魔術、世界一の美女があっという間に消えてしまうという世にも不思議な大魔術。では、世界一の美人が自ら入っちゃいます。やってちょうだい。ほな、やりません。入ります。あら、なに、なに、お前、何やってんの。あんた、何やってんの。はい、これが本当の大魔術だから。クソ、もういたじらロボットめ、邪魔ばっかりして。もっと決死的なこと考えるんだよ。と言ってもね、お前たちのその頭じゃね。なんで私の頭見るんです。しらけってしまうね。しらけって。そうだ、その頭、使い方あるあるある。お待たせいたしました、ドロンボー大魔術の第3弾、世紀の石頭でございます。これなる力持ちがボヤッキーの頭を殴りますが、果たしてボヤッキーの命は生かしか。それではどうぞ。ほんじゃらまとぬぬ、必ず後ろの鉄棒を打ってよ。では世界一の石頭行く。でで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 。やっぱりこうなってしまったのね。
気絶してたのに。全くだらしないんだから、そろそろドクロベー様からの指令が来る頃だよ。どれ、我が輩はドクロベーだべ。はぁ、種も仕掛けもないドクロストーンの在りかが分かっただべ。それはどこでございますか。日本は豊臣秀吉の時代、真田幸村がどっかへ隠したと分かっただべ。でもドクロベ様、タイムボカンは終わっちゃって今ヤッターマンですよ。そうよ、あたいタイムガイコッチの作り方忘れたわよ。過去の時代はよう行きまへんの。魔術の力で行くだべ。マジックボックスの原理だべ。たちまち消えて過去へ行けるだべ。マジックボックスメカを作ればいいのね。よし、やるわよ。二度と失敗は許さねえだべ。どんな弁解も聞かんだべ。ダバデレデレとすぐやるだべ。はぁ、驚いた。タイムマシンで過去へ行こうとしてる。よし、じゃあこっちもタイムボカンの時思い出してタイムマシン作ろう。成功を祈るだべ。団子パナ。ああ面白いよ、花ドクちゃん。よし、タイムマシン作んならさ、今週は懐かしい曲でやってみようよ。よいよいさん、ほいほいさん。うはっはうはっはうはっは。俺たちは天才。頭いいの。とんずらぼやき。好きなもの好きなもの、ドクロスト。タイムマシンで探し出す。それゆけそれゆけドロンボ。同じ頃、ヤッターマン基地ではドロンボー一味を追うためヤッターアンコをタイムマシンに改良していた。タイムボカンナンバーフォー、タイムアンコーとでも名付けておこう。発進！この霧は何だい？急に霧が出てくるなんて妙だね。怪しいよ。よし、魔術で驚かすよ。拙者の術を見破るとは驚いた。拙者の名は霧隠れ才蔵。してその方たちは何者か。まあ、すっきりしたお方。見ちゃいられないわよ。あたいたちドロンボー流忍者よ。ドロンボー流。拙者のご主君は真田幸村公だ。味方になってくれぬか。真田幸村。じゃ、ドクロストンが手に入るね。喜んでお味方しちゃう。だからドクロストンのあるところをおば教えてくださりましよね、キリ様。ドクロストン。あの石のことかな。ここが豊臣秀吉の時代かしら。そのはずなんだけどな。なんか変よ、生暖かい風が。よし、中で様子を見てみよう、早く。わ、なんだ、あっち。あ、火に取り囲まれた。水よ、やったあんこ。あんこ。わかった、忍者だ。カトンの術だったんだよ。拙者が術破れたり。あきせ、参りました。猿飛びサスケ、甲賀流の忍術を戸沢白雲斎先生に習って以来初めての負けでござる。君がさ、あの有名な猿飛びサスケ君か。はあ、拙者をご存知。あ、して貴殿は何流の忍者でござる。あの貴殿殿はね、ヤッターマン流でござるよ。ヤッターマン流はよかったわ。ヤッターマン流は。いやあ、これは峰麗しき姫君。あら、姫君だなんて。
私どうしましょう。ところで、その大きな仕掛けからくりの力を貸していただきたい。実は大事な石を大阪へ運ばねばならんのでござる。その石で来るんよ、ドクロストーンは。あ、ドクロストーン、あ、石の名前は知らぬが、恐るべき力を持っている石とかでござる。ご主君、真田幸村公の命令でござる。ねえサスケさん、その石は平和のために使うべきよ。戦争のためのお金のいることはわかるけど、やめてほしいの。しかし、ご主君の命令では。お願いサスケさん、みんなが幸せになることのためなのよ。その石を私たちにください。やったな、拙者の大好きな姫君のお願いだし。じゃあさ、その代わりに姫君は拙者のお嫁さんになってくれるかな。それはないよ。様のためなら私どんなことでもいたしまするわ。その石は必ず運んで差し上げます。ドロンジュ様、そんなこと言ったらダメよ。ドクロストンはこちらがいただくのよ。ほんまや、サイドなんかデリーってしてからね。うん、ドクロストンのあるところまで案内させるお芝居だよ。わかんないのかい。私お嫁さんにするなんて勝手に決めてるし、ドクロストンは欲しいし。あいつはサスケさんのお嫁になればいいんだよ。どうぞ知るもんか。なあ、ドンちゃんたら。焼いているでから。あー、やったナマズ。やったアンコですよ。ドロンジャ様はすぐナマズって言うの。大使使わないだろ。あー、あの目がドロンボたちだ。ん、お、おう、サスケか。いやあ、才蔵ではござらんか。しばらくであったな。いかにもいかにも。どうなってるんだいこりゃ。ドロンボーメカのあの侍は霧隠れ才蔵さん。お、やったーまんよ、クモ。ドクロストンはね、霧隠れ様が私たちに任せたんだよ。嘘よ、ドクロストンは私たちに平和のためにくれるってサルトビサスケさんが約束したのよ。そんなバカなことがあるか。あの洞窟の石はドロンジョたちが大阪まで運んでくれることになっておるんだぞ、サスケ。サイゾー、あんな石はヤッターマンたちにくれてやれ。平和のためだ。何？お前は雪村子を裏切るのか。やむをえん、行くぞ。ん？ねんねんねん、まっむらーわっ。私たちの大魔術よりよっぽど面白いわ。ふめふめ。なんでお前は雪村子を裏切るじゃ。姫君のため平和の。いやほや。見えない人のために説明しよう。これはのみとのみの大格闘である。ここでまごまごしている手はないよ。確かドクロストンは洞窟の中だと言ったね。この間に早く探すんだよ、ソーリー。あらほら先生、ほい先生。ドロンボーたちが行くぞ。アンコ、拙者らを忘れて行くか。いや、これしゅ、ドロンジュ様、これらしいですよ。ん、そうかい。さしくドクロストンの入ってるようなケースだね。やれやれ、これでついにやったー。やったーもん、ただいま参上。やったー。やったーもんがいる限り、この世に悪は栄えない。あらららららららだから、やったーなんて言っちゃダメだってのに。やったーもん、2号尋常に勝負。へー、2号さん、取れるものなら取ってごらんよ。それ、逃げるんだ。先ほどとよ、おいでー。逃げようとってそうさせないぞ。あー、待て待て。ワッドン、発射。よくもやってくれたね、大型トランプメカ発射。できないぞ。よし、メカの元だ。
聞いたんでもダメだな。どうするガンちゃん。よし、これだよ。ペリッと。シュルシュルカット。聞いた。今週のびっくりドッキリメカ発信。ランコー飛び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 。ぼやき、また変なのが出てきたよ。まったく毎回毎回秋も指示出してきますね。ところでさ、どうする気だいこの場合。相手が魚ならこっちは鳥を使いましょう。鳥、お前何する気。何事もね、雰囲気ってものが大事なんですよ。ではね、これは岐阜県長良川にお住まいの鵜飼鳥尾くんのアイディアよ。今週のドキリクキリビックリシャクリトクリポクリゲックリショクリ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 発信。ナンマンダブナンマンダブナンマンダブナ。なんだか演技の悪そうな音。ナンマンダビ。うのみ。うめやるじゃないか。はい、ファンの考えてくれたアイデアは新鮮で素晴らしいです。将来生け捕って戻ってきます。いやご苦労さん、さ、刺してごらん。これでヤッターマンは手足を取られたも同然ですね。わあ、息がいいわね。取り立て美味しいね、ぼやき。これ生け捕ってどうするんだ。夜のおかずにはなりませんねん。じゃあ、私たちのメカの中に入れてやっただけか。そういうことになりそうですね。うん、そのせ。あ、どうしていつもいつもこうなるのかな。こうなったらドクロストンを持って脱出するんだよ。はい、ドクロストンはこっちのものですよ。あら、ドロンジョ様、中身は黒い粉だわよ。なんだって、これはただの砂。もう完全に負け、いつものやつやって。チチラリンナ、ダッチラッケー。覚えておいて、ヤッターマン。あだ、忍者だよ。お前たちの悪だくみ、このロボットから聞いたぞ。拙者もサスケ殿に味方いたす。それ。わあ、何も見えないよ。ああ、骨が折れたみたい。骨なんか折れてません。じゃなくて、あたし。さまじいお方、あいつ若松のお花ちゃん、こんな女にはならないでね。と。はあ、大事な石ってドクロストンじゃなかったんだね。ええ、ただの砂だったのよ。サスケ、姫君を迎えに行かんのか。あの姫君は幸せなんだ。ヤッターマンという元気で勇気のある少年といた方がな。なるほど。しからば我々は去るとしようか。あ、さらばじゃ姫君。助けて、助けよ、さらば。おい、ぼやや、しっかりせえよ。もう一度やったるで。今度は成功するで、起きれ。頭を殴られ気絶して夢見てたのね。よかったわ。お仕置きないもんね。当たり前よ、まだ失敗してないんだもん。お仕置きあるわけないよ。使えるだべ。夢見ている暇があったら働くだべ。この怠け者どもの赤ポンタ。はあ、怠けた罰としてお仕置きするだべ。いやいや、そんな毒弁のスカポンタ。
では行くだべ、ミュージック三体切り離しなんて言って、これどうなってるの？あら、あたしのお腹よ。もう、ワイのデビスはそっちやないの？あら、ドクロベイ様早く戻ってよ。あら、またそっちへ行った。あら、まあ、全国の女子高生の皆さん、これが私の全てではありませんの。念のため。正義の水音を立てながら、今日もゆくゆくヤッターマン。清く正しく美しく頑張れ、やったーやったーやったーマン。超能力少年ルドルフがドクロストーンを知っているというドクロベイの指令。早速ポチたちはドロンボを追って少年の住むベロンシー急行したでコロン。ところが悪魔が乗り移り凶暴になっていたルドルフ少年。そこでドロンボの連れてきたエカコシストの悪魔払いが始まったでコロン。果たして次回ヤッターマンエカコシストだコロンを見てね。アッターマンは冴えてるよ。ヘイヘイヘイ、もうなんともない。